ろうし、行くぞ。ああ、やってやる。さて、どいつが人中力かな。イタチのやつが言ってたことは当たんのか。もう少しで木の葉の連中が到着する。サソリ、デイダラ、二人でやつらを始末しておけ。ただし人中力は生け捕りにしろ。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。ん？なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。ん？ったく、もう少しまともな特徴はなかったのかよ。ガーラ、てめえら、てめえら、ぶっ飛ばす。あいつか、なかなか面白そうなやつじゃねえか。旦那、これ言ったら多分怒るだろうけどよ、あの人中力はオイラがやる。おい、ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよ、デイダラ。芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと感情が鈍っちまうもんなんすよ、旦那。キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。ってわけで風影はオイラが預かるぜ。ナルト、チッ、やっぱり止まらないか。ナルトと俺は外のやつをやる。サクラと千代婆様は中のやつを頼む。わかった。奴らの面倒を見なきゃならねえんだ。久方ぶりの対面だというに、ずいぶんな言い方じゃな。とうに引退した身のあんたがこの俺にかなうと本気で思っているのか。何事もやってみなければその答えはわからん。減らず口よ。減らず口かどうか試してみるか。安い挑発だ。だがいいだろう、あえて持ってやる。ヒルコを脱ぎ捨てたか。ヒルコ、今までのあやつはヒルコという傀儡を身にまとっておったのじゃ。じゃあそれを脱ぎ捨てたってことは、あやつめ、一気に型をつける気じゃ。ヒルコも気に入っていたんだろう。あんたとやるにはこっちの姿の方がいいだろなあ、千代婆様よ。あれが本当の姿。この姿を見せた以上、お前たちはもう終わりだ。ふん、お前が重ねてきた罪は身内であるわしと、そしてこの二人で清算してくれる。ああ、
それか。そうじゃ、お前が作った最初の傀儡、父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。手の内はバレバレだぞ。くだらねえ。さっきも言ったがな、それはやってみなければわからぬ。これ以上話をしても無駄だな。さっさとやるか。気をつけろ、さくら。あやつの恐ろしさはクズだけではない。仕込みに染み込ませてある毒にも注意しろ。少しでも体内に入ればそれこそ命取りじゃぞ。はい。絶望をくれてやる、このとっておきでな。あれをバラされるとはな。じゃあ仕方ねえ。久方ぶりだ、自分を使うのはな。地獄の始まりだ。百鬼の操演、解くと見せてやる。
にはなりたくない。綱出様。なんだ。私を弟子にしてください。立て、さくら。お前の覚悟はそんなものか。大切な人を守るため、負けられない。よし。終わったな。やりましたね、千代婆様。どうした、さくら。ようやく毒が回ったか。うがっ。やっぱり核に己を閉じ込めておったか。どんなに小さな傷でも、そこに俺の毒が入り込めば終わりだ。苦しそうだな。おい、そのままにしておいても近いうちに朽ち果てるが。俺は優しいんでな、今すぐその苦しみから解放してやる。終わりだ。まさかな。最後に気を抜いたの、サソリ。カラクリの体はどんな攻撃にも耐えうる。じゃが核を攻撃されてはさすがのお前でもどうにもなるまい。サクラ。これは無駄だ。俺の毒がすでに全身を巡っている。もうそいつは助からない。我慢しろ、すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使っても遅いぜ。今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。転生忍術だと。そもそもこれは親を亡くし、親を傀儡とすることで寂しさを紛らわしていた。お前のために編み出した術。何？この術を使えば傀儡にすら命を吹き込むことができる。大丈夫か、さくら。はい。もう少しだったんだがな。しぶとく残りやがったか。大したガキだ。しかし参ったな。
これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだが、予定が狂っちまった。あんた、オロチマルとつながりが。うん？あいつはどこにいるの？なんだお前、オロチマルのことを知っているのか？答えて、あいつはどこに？まあいいだろう。俺を倒した褒美だ。教えてやる。オロチマルに会いたいのなら、草隠れにある天地教に行け。天地教？オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合うことになってる。あとはお前ら次第。転生忍術か。くだらねえことを。くだらねえ。本当にくだらねえ。で人嫌いだと聞いたが、それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人中力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士、ほっとけなかったな。ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前もじきにそうなるんだよ。てめえらは潰してやる。戦闘開始。行くぜ。やり合ってる間に奪われちまったか。さすがに人中力2匹目ってのは虫が良すぎたか。
粘土もチャクラももう足りねえ。ここまでだな。お前を逃がすのは惜しいが、今回はここまでだ。うん、逃がすかよ。じゃあな。クソ、いで。逃げたか。チクショー。ナルト、あいつの件はまた今度だ。今はサクラたちの合流を優先するぞ。この場はなんとかなったな。なんでガーラが、ガーラばっかりがこんなんで死んだんじゃ。風影だぞ。風影になったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。うるせえ。お前ら砂の忍びがガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前らガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。サスケも助けらんねえ、ガーラも助けらんねえ。3年も必死に修行して、3年前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。してんだってばよ。ガーラ君、生き返らせる。生き返らせるって、そんなこと本当にできんのか。転生忍術であれば。でもあれは自分の生命エネルギーを分け与えるもの。ジオバー様は自分の命をかけてガーラ君。くれってばよ。それってできるか、ばあちゃん。お前、ガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。わしの手の上にお前の手を重ねろ。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界にお前のようなやつが現れてくれて嬉しい。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になって
正しいことがやっとできそうじゃ。砂と木の葉、これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。お前ならばこの忍びの世を大きく変えることができるとわしは信じておる。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。お前はガーラの痛みを知ってやることができる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやってくれ。ガーラ。ガーラ。誰だ、誰を呼んでいる。ガーラ。この声、俺が知っている声。ガーラ。知っているこの声を。そうだ、ガーラ。これは、これはあいつの。ナルト、世話かけやがって。なぜお前がここに。俺だけじゃねえ、これはお前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。俺は、ばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだ。今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ればまた元気に。違う。ね、違うって何が。医療忍術なんかじゃない、転生忍術。千代ばあ様は死んだの。どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。じゃあばあちゃんは。ナルト、千代ばあ様はお前とガーラに未来を託した。忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。ばあちゃんの思い、今ならはっきりわかるってばよ。みな、千代ばあ様に祈りよ。じゃあな。おい、普通ならここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま。
隠れ到着っと。それではな、カカシ。うん、いろいろと助かったよ。さて、俺たちもここで解散だ。二人とも、次の任務に備えて体をしっかり休めとくように。はい。そんじゃ俺はばあちゃんとこ行って新しい任務でも受けてくっかな。あんた、かかし先生の話ちゃんと聞いてた？体を休めろって言われたでしょ。何言ってんだってばよ、さくらちゃん。体なら休めただろ、帰ってきながら。はあ、それは休息じゃないし。まったく元気だね、お前は。はあ、俺の方はダメなようだな。前の戦いでチャクラを使いすぎた。次の任務はあいつに任せるか。